はい、こんにちは。パーカッションの高畑です。今回はパーカッション情報というよりかは、このチャンネルについてのお知らせになります。このチャンネルを運営しててですね、ありがたいことに毎日たくさん動画のリクエストをいただくんですよ。こういう動画が見たいとか、こういう動画を作ってほしいといったリクエスト。で、リクエストをいただくこと自体は、僕すごいありがたいことだなと思っていて、あ,あ、みんなそういうことが知りたいんだって、こう、すごい参考になるんでありがたいんですけれども、大体いいそのリクエストの内容っていうのがね、 もうそれ過去にやりましたよとか、その動画ありますよっていうような内容が、まあぶっちゃけほとんどなんですよ。で、まあみんなあまり知らないかもしれないんですけども、このチャンネルってもうすでにね、公開しているだけで400本以上動画があって、いろんな解説をもうすでに過去にしております。ので、まずね、僕にリクエストを投げる前に、ちょっと過去動画を見てほしいという <laughs> お願いでございます。はい。よろしくお願いします。で、意外とみんなね、この YouTube の見方っていうのはそもそも知らないんじゃないかと。 あるいは YouTube 開いてもおすすめの動画、おすすめ動画からしか見てないんじゃないかと思いまして、いや、そんな見方とかわかんねえよと、調べ方わかんねえよという方のためにね、今回わかりやすく解説したいと思いますので、ぜひこれでやってみてください。簡単ですので、まずね、スマホ、あるいはタブレットお持ちの方、出していただいて YouTube を開いてください。はい。YouTube 開きました。そしたらこの右上に検索する虫眼鏡みたいなマークがありますので、これをタップ。 これで検索ができます。はい。ここでね、高文と。もうひらがなで大丈夫です。高文パーカッション。パーカッション。はい。検索しますと。はい。そしたら、あら、もう高カパーカッションチャンネルが出てきたと。はい。で、このアイコンです。僕のこの人のアイコンを押すと、はい。このチャンネルが表示されます。はい。 多分ねここまではみんなたどり着けるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じで下にこうめくっていくと、このおすすめの動画だったり、最近出した動画が表示されています。はい。で、こっからです。こっから。このままこのページを右にスワイプ、右にスライドさせます。はい、スライドさせた。はい。するとね、もうこれ動画の一覧出てきます。 これ新しい順に並んでおりまして、もうこれでね、過去1年分ぐらいの動画がここから見れます。はい。で、この左上の追加日、かっこ新しい順ってなってるのを、古い順に切り替えたり、人気順に切り替えたりすることができます。はい。人気順でやってみると、これが再生数順になるっていう感じですね。ビブラスラップの動画だったり、フレクサトーンの動画が並んでいると。はい。 でここからさらにね、これを右にスワイプ、右にスライドさせますと、はい、これね、再生リストっていうのがあります。これがあの僕のおすすめです。この再生リストを使って見ていただくのがいいかなと思います。で、これね、再生リストで、例えばこの一番上、インプルーブ上達を、まあ楽器問わずね、上達する方法をまとめたプレイリストだったり、ワークショップ、過去にやった生配信の、 アーカイブをまとめたプレイリストだったり、あとは楽器ごとのプレイリスト、再生リストになっています。ジャンベだったり、グロッケンだったり、パンデイロだったりっていう感じですね。じゃあ、例えば、花本について知りたいと。俺は花本の動画が見てるぞという方はね、この花本に関する動画っていう再生リスト、プレイリストを押しますと。はい。そしたらもうね、この花本の動画いっぱいありますから。はい。でこれで、まあ、 めくってめくって自分が知りたいことがあったらまあそれについて見ていただくっていう感じですね。ダブルストロークについて知りたいと、あ,あ、もうダブルストロークあ、あもう解説してますと。もう1分で解説してますよ、もう。はい。もう1分で解決しますから、はい、見ていただいて。はい、なんで基本この再生リストからですね、自分が知りたい楽器の情報をゲットしていただければいいかなと思います。だけどもうここにたどり着くことすらもうめんどくさいという方はね、一番最初のこのトップページ、トップページで 検索するときに、例えばね、たかふみ、ぼんごについて知りたいと。そしたら、ボンゴで検索すれば、はい。もう大体出てきますから。はい。そうですね。もう、あもうほとんど僕の動画だ。はい。はい、こんな感じであの調べることができますので、ぜひこのようにえ調べてみてください。はい。で、パソコンの方ももうほとんど同じです。この検索窓のところに、たかふみ、 パーカッションで出ますので。で、僕の名前をね、忘れちゃったと。あいつの名前なんだっけと。高か高吉たなんだっけと。えー、いう場合はね、あのー、ホリエモンで覚えていただくと大丈夫です。あのー、ほりえたかさんと同じ名前の。たかふだな。あ,あいつホリエモンと同じ名前だったなと。高かふパーカッションで検索すると。はい。はい、出た。えー、動画もありますし、まあ、この、 チャンネルのアイコンを押していただければはい僕のチャンネルのトップページにつきますのでパソコンの方がよりね見やすいかなと思いますねでチャンネルアイコンの下のこの動画のところを見れば新しい順に動画の一覧が出ますし再生リストのところを押していただければ楽器ごとの動画やおすすめの動画 まままととっててて見るここがでできますのでこのように調べてみてくださいはい。というわけで、こんな風にね、ぜひ過去動画見てみてください。これ、むちゃくちゃいい解説したんだけどなと。全然見られてないわっていうね、動画がたくさんありますので、見ていただけると僕はすごい嬉しいです。はい。で、見ていただいた上でねあ、あこの動画の解説ちょっとよく分かんないわと。これについてもっと深掘りしてほしいっていうリクエストがありましたら、もうそれは僕はもう大歓迎。バンバン投げていただいて構いませんので、ぜひお願いいたします。 はい、こんな感じでね、パーカッション盛り上がるように日々発信しておりますので、引き続きこのチャンネルごひいきによろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。